こんにちは、折り紙作家の神木です。今回はアジサイの作り方をご紹介します。こちらの作り方は神木作品のクローバーリースのパーツと途中まで作り方が同じです。神木からのお願いです。神木作品の商用利用はご遠慮ください。詳しくは下の説明欄をご覧ください。それでは作り方です。まずこのように4マス ×4 マスの折り筋をつけていきます。色の面を表にして十字に折り筋をつけます。向きを変えて半分に折って戻します。次に両端を真ん中に合わせて折ります。折ったところを戻します。向きを変えて同じように両端を真ん中に合わせて折ります。折ったところを戻します。これで今4マス ×4 マスの折り筋がついていると思います。次に裏返します。今度はこのように折って折り筋をつけていきます。次に対角線に折り筋をつけていきます。三角に折って戻します。向きを変えて同じように三角に折って戻します。次に4つの角を真ん中に合わせて折ります。折ったところを戻します。次に角を反対側のこの折り筋が交わるところに合わせて折ります。折ったところを戻します。同じように他の3箇所も折ってください。下の角を上の折り筋が交わっているところに合わせて折ります。戻します。はい、3箇所目です。下の角を上の折り筋が交わっているところに合わせて折ります。戻します。最後4箇所目です。これで折り筋付けが終わりました。次にこの折り筋の2マス分ですね、ここが今山折りになってるんですけども、ここを手前谷折りにこう折ります。2マス分だけです。
反対側もこの斜めの折り筋を玉す分手前に折ります。そしてこの部分をそのまま畳みます。次にこの両端のこの隙間を親指でグッと押すようにして根元を押すと中心がこう立ち上がってきます。そしてこの上の隙間から潰すようにしてこのまま畳みます。向きを変えます。次にこの折り筋で手前に畳みます。そして上のこの部分をそのまま折り筋通りに手前に畳みます。先ほどと同じように両方の隙間からグッと根元を押すようにして真ん中が立ち上がってくるようにして立ち上がった部分を潰して畳みます。これで2箇所目ができましたね。でまた向きを変えます。次は手前のここの折り筋をまず折ります。そしてそのままこう角を出して横の部分を折ります。そしてそのまま手前に畳みます。同じようにこの部分を横から上に押すようにして真ん中を立ち上げて真ん中の部分を広げて畳みます。3箇所目ができました。最後ちょっと、もう難しくなるんですけどもこの隙間をちょっと開きます。開くようにして中を広げるようにしてまたこのように畳みます。そして同じように横から潰すようにしてできた中の方をこのまま畳みます。このパーツがさっきのクローバーリースと同じパーツですね。で次に、アジサイにするには裏返します。そしてこの4つの角を真ん中に合わせて折ります。折ったところを戻します。次にこの角を
この折り筋が交わるところに合わせて折ります。他の3箇所も同じように折ってください。折ったところを戻します。次にこの角の部分をこのように四角く潰していきます。まず先ほどこの折ったところ、もう一回ちょっとしっかりと折り筋をつけてください。そしてこのようにちょっと立てるようにします。そしてこの三角のところの両脇の隙間を広げてください。少しそしてこう根元のところを潰すようにしてこう押していくと、この上の三角の部分が開いてきますので、そこを四角になるまで、こう平らになるまで畳みます。同じように他の3箇所も、四角く潰していきます。まずそうですね、ここをしっかりと折っておくと、後でここの四角のところがきれいに出るかなと思います。まずこう三角になるように立てて、横の隙間を広げます。ちょっとこう下の方をつまんで、こう斜めに引っ張るようにしてもいいですし、あとこう根元のところをキュッと押して、そして上を広げます。3箇所目です。ここをしっかりと折って、であと紙質によってはちょっと張りのない紙だと、この四角い部分が綺麗に出ないこともありますね。100均の紙でちょっと薄くて腰がない、ふにゃっとしたような感じの紙とかだとうまくいかないかもしれないです。はい、4箇所目。よいしょ。ここのところがちょっと一番難しいところかなと思いますが。はい。4つとも四角に畳めました。次に裏返します。そしてこの角を少し3分の1ぐらいですかね、折ります。折れたら裏返します。そして最後にこの四角の部分をちょっと起こして、このように立体にします。このちっちゃい四角の4つのこの端の方をちょっと立ち上げるようにして、キュッと、この部分がちょっと細かいので、ちっちゃい紙だと作りづらいんですよね。これは15センチだとまあやりやすいんですけど、 7.5 だとちょっと厳しいかな。12だとまあなんとかできるんですけど、はい、それでアジサイの完成です。別の動画でアジサイつなぎやアジサイリースにする方法をご紹介しています。そちらもぜひご覧ください。それではさようなら。